どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回は運理が新規や初心者向けに使いやすいのかを星4編成でプレイして試していきたいと思います。運理のカウンターは確かに強いっていうのはあるんですけど、そもそも星4でどこまで活躍できるかは強さの指標としてとても大事かなと思います。いくらアタッカーとして強くても編成の難易度が高かった場合、揃えるまで時間がかかりますからね。特に運理の場合は星5を使うことが多いので、編成的にも難易度は高いかと思います。そこで今回は無突無持ちの運理とその他の星4キャラでエンドコンテンツに挑戦して、実際の使用感とかをまとめていきたいと思います。今回は手動プレイで運理と星4編成を試してますので、その点も話していければと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それでは早速エンドコンテンツでのクリア状況を見ていきたいと思います。まずは忘却の裏庭ですね。こちらに感謝なんですが、回復キャラはリンクスとギャラガー両方試してみました。で、結論から言ってしまうとギャラガーの方がいいですね。なので忘却の裏庭を運理と星4編成でいくなら回復キャラが重要となります。編成的には回復の頻度を意識すると星4編成でもクリア自体は可能でした。特に今回の編成に関しては攻撃頻度がとても多いところがありますので、リンクスよりもギャラガーの方が相性が良く、手動ならよりギャラガーの方がクリアをしやすかったなっていうのがあります。正直リンクスの回復では追いつかないっていうのがありましたね。またギャラガーの場合ですが、星4の編成の相性上攻撃をすることが多くなりますので、 SP 回復と合わせて回復頻度が上がって相性が良かったということがありました。ギャラガーにした瞬間とても戦闘がしやすくなったので、このあたりは星4編成ならギャラガーが一番いいのかなと思います。なのでヒーラー次第でチームの全体の耐久度が大きく変わるってことを覚えておいてください。続いて虚構女人についてです。虚構女人に関しては追加攻撃ギミック次第では扱いが可能というところですね。正直虚構女人に関しては適正値が高いかって言われると星4の場合低めだなと感じました。で、運理に関してはカウンター主軸となりますので、追加攻撃ギミックで編成にヘルタなどいると3万点ぐらいは取れるかなというところになりました。星4ではなく星5の霊視を入れるのであれば、さらにポイントを伸ばすところは可能です。3万5000近くはいけるかなというところですね。ですが今回は星4構成というところでやりましたので、ポイントとしては3万から3万弱というところでしたね。どうしても敵の攻撃依存度でばらけるという感じでした。なので追加攻撃ギミックを生かしきれれば3万点は超えることは可能というところですが、ギミック依存が強いなというところです。クリアはできるけどというところですね。続いて松見の原因についてです。こちらに関しては最低限のクリアなら可能というところでした。火力に関しては十分に出せるためボスを倒すこと自体は可能でした。ただし最短クリアとなると攻撃の回数が少ないため時間がかかる傾向というところですね。運理に関しては敵依存になるためどうしても時間がかかります。特に今回の末尾の後半に関しては敵の攻撃があまり多く行われないので、運理の攻撃頻度と必殺技の回転で変わるように感じましたね。全体攻撃だったりとかカウンターができない攻撃をされるので、そのあたりバランスが難しかったように感じます。ですが手動でうまく敵の攻撃に合わせて必殺技を使うとクリアしやすくなるなっていうのがありましたので、このあたりは手動の方がいいのかなと思いました。エンドコンテンツに関してはこの3つどれもクリアができるっていうところなんですが、裏庭以外はスコアとしては低めになるっていうところになります。続いては星4編成のみの場合の候補キャラについてとなります。こちらに関しては4名ですね。いろいろ使ってみましたがこの4名になりました。まず1人目はギャラガーです。おすすめのポイントとしては3つですね。1つ目はギャラガー自身の攻撃と回復が運理だけでなく味方全体と相性がいいっていうところです。ギャラガーの回復効果とサポートの通常攻撃が相性が良くなってます。このあたりがとても回復の頻度を上げる要因となって使いやすかったですね。続いて2つ目、炎弱点の敵なら人生削りの手伝いができるというところです。これに関しては非常にありがたい部分ですね。もともと人生削りが強いキャラクターではあるのでサポーターとして十分力を発揮できます。3つ目はカンアの勝負の発動機会を狙えるというところです。ギャラガー自身が攻撃をするキャラクターではありますので、カンアの勝負との発動機会が狙えるのは非常に相性がいいポイントとなりました。リンクスとギャラガーどちらともおすすめではあるんですけど、今回エンドコンテンツを試して思ったのはギャラガーの方がより相性がいいなっていうふうに感じましたね。続いて2人目です。2人
2人目は低運ですね。こちらのおすすめのポイントとしては3つです。まず1つ目は運気のインピー回復アップで必殺技の回転をサポートできるというところです。これがあるかないかで必殺技の頻度が大きく変わりますので、低運は必須に近いぐらいありますね。続いて2つ目は攻撃力とよだめバフで火力をサポートができるというところです。単純な火力アップになりますので、バッファーとして十分な性能かと思います。3つ目は通常攻撃で SP 管理をしながらカーンの消耗を起動できるというところです。低運のバフに関してはターン消費となりますので、意外と通常攻撃をする暇があります。 SP 回復がてら攻撃することがありますので、カーンの消耗起動にもなり相性が良くなっています。続いて3人目です。3人目はカーンですね。こちらのおすすめポイントも3つです。1つ目は消耗で SP を維持しスキルを多用できるというところです。今回紹介した編成なんですけど、回復やバフの切れ方によっては SP の消費というのがとても激しい時があります。そういった中でカーンアの SP 回復というのは星4の花火と似たような感覚があるので、とても重宝します。続いて2つ目、オーナメントや光炎水で同属性よだめをアップできるというところです。バッファーというところで考えると、同属性はカーンアぐらいとなっていますので、同属性のアタッカーとなる運理とは相性が良くなっています。3つ目はちょっとした攻撃と味方のバフで貢献ができるというところですね。単純に攻撃することで自身で SP を回復することもできますし、ギャラガーの回復とも相性が良くなってます。さらに味方のバフで貢献もできますので、サポーターとして天運に続いて相性がいいキャラとなっています。最後4人目です。4人目はヘルタですね。こちらに関しては虚構女児限定のおすすめとなります。まあ、星4の中では貴重な追加攻撃キャラクターというところですね。今回ナノカとか星5キャラなので入れてはいないんですけど、星4の中ではヘルタぐらいが追加攻撃ができるキャラなので重宝するところとなります。また虚構女児のギミックを活かすなら合わせると強いキャラというところですね。またヘルタに関してなんですけど、運気で大幅に HP を削れるっていうのがありますので、追加攻撃の発動のしやすさから相性がいいっていうのがあります。今回星4構成で編成をするならこの4人がおすすめとなります。基本的には運気、ギャラガ、低運、カンアで組んでおいて、虚構女子の場合カンアを抜いてヘルタを入れるとかをすると組ませやすいなっていうのがありました。実際この4人でガンガン回してる時が一番進めやすかったなっていうのがありますね。それでは最後、運気の星4構成での評価について話していきたいと思います。まずは星4構成の使用感について話していきます。こちらに関しては無凸無持ちで、しかも星4構成でも十分な性能が出せるっていうところになりました。運気の性能が高いっていうのもありますが、星4構成でこれだけエンドコンテンツが使えるのは優秀だと言えますね。単純に裏庭12をクリアできてるのはでかいと思います。また星4キャラ自体が活躍場面が多いっていうのもありますので、育成をしてても問題ないキャラも多いのがいいところですね。使い回しができるっていうところです。なので新規の方とかでも育成でかなり困るかなと思うんですが、今回紹介した4人は優先して育ててもいいキャラなので、それと組ませやすい運には相性がいいのかなと思います。ですがいいところばかりはありません。星4構成についても強いんですが、注意もあります。カウンターのタイミングやカーナーの仕組み理解が必要というところですね。まず運気のカウンターについてですが、必殺技のタイミングはとても重要となります。ゲームで言えばパリーに近いというところですね。そのため敵の攻撃の方法の把握が重要となりますので、敵の研究も多少必要となります。どういった攻撃パターンがあって、どのタイミングでカウンターを発動するのかというところですね。あとは EP の管理具合で発動のタイミングを見るっていうのも大事になります。またカーナーに関しても消費というものがありますので、こちらの使い方を理解していないと SP の無駄遣いだったりとか、事前に SP の回復の機会を逃してしまうということがありますので、事前に手動で理解を深めることが重要となります。カーナーに関しては正直使ってみた方が覚えやすいので、もし持ってて使ってないという方は試してみてください。それでは最後です。運気のガチャにおいて新規プレイヤーやキャラが少ない人にはどうなのかというところですが、エンドコンテンツクリアを目的としてガチャを引くならありっていうところです。星4キャラは比較的獲得がしやすく、他のキャラでも活躍が目立つことが多いので、育成面からも優先度の高いキャラが多く、新規やキャラが足りない人には運利をおすすめしてもいいのかなと思います。正直星4と組み合わせてこれだけ活躍ができるキャラであれば扱いやすいっていうところがありますし、
星4構成した時ってなかなか難易度が跳ね上がるのでね、それを凌駕できる運にはかなり使い勝手がいいのかなと思います。正直星4構成した時って一番苦労するんですけど、キャラ相性がカチッとハマればそれなりにクリアもできたので、運理の適性というか強さはそれなりにあるのかなと思います。ただ今回は手動でプレイしてるっていうのがありますので、先ほども話したようにキャラ理解っていうところが非常に大事かなと思います。そういった意味では初心者とかには扱いが難しいっていうところもありますが、覚えてしまえばそうでもなくなりますので、個人的にはおすすめのできるキャラなのかなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。